こんばんは、や田つですえ。今日取り上げてみたいのはですね、この江森慶治氏のですね、アクシロノミアという本が小学館から出版されました。で、これをですね、まあ私、直ちに購入して、まあ n d l e でですね、読んでみました。で、それなぜかと言ったらですね、これで重要な情報が書かれているということがですね、週刊文春新潮に共に載ってたからです。で、例えばですね、新潮は、 一番先頭に出てきてるのがですね、前代未聞の告白、アクシノ篠ノ宮が打ち明けた小室問題というふうにですね、なっていてえな、何なんだろうというふうにまず思ってみたらですね、もう冒頭からですね、えー、ちょっと読むとですね、 何回もですね、この江リ刑事氏にですね、会っていて、で、それでそこで赤裸々に語られたことがあるんだと。いうことで、まあ、書いてあるんですけど、これはですね、実はここに書いてあることは、この本の中の一部分が紹介されてるんですね。で、こちらです。週刊文春。えー、ジャーナリスト、江リ刑事氏に語った本音、秋篠宮、肉声の衝撃、小室圭さん、眞子さんに先のことは誰にもわかりません。 ということがですね、書かれていて、どちらもですね、同じようにですね、この江森刑事氏の秋篠宮という本を元にですね、記事が両方関東に来てるわけですね。ですからこれはぜひですね、読めにないかんというふうに思ってですね、実はですね、徹夜で昨日買って昨日の夜中に読んだということでやってまいりました。で、Kindle で読みました。で、一言で申し上げてですね、まース そんなにですね、ここのね、ところに書いてある内容っていうのはですね、本のね、ほとんどね、第一章の部分なんですね。で、これ、本に何が書かれてるかというと、ちょっと今日はこれは失礼しますね。第一章の根名っていうところにね、書かれているものばかりなんですけれども、私はですね、そこでが、 混迷という部分で明らかになったことというのとですね、もう一つですね、私がこれ非常に気になったのは、この二つの雑誌ではあまり注目してないみたいですけれども、このエモリ氏という人はですね、毎日新聞の編集員やってたということで、別に毎日新聞だから全部左翼だっていうわけじゃないんですけれども、この発言の内容がですね、明確に左派に基づいていて、こういった左派のですね、あの、イデオロギーを持った人間が、この、 公室のですね、特に、えー、孔子殿下にですね、えー、お会いされて、えー、こう、親しくですね、えー、意見の交換というかですね、まあ意見交換と、インタビューとは言ってますけれども、まあ自分の意見も交えて言うわけですよね。そういったことっていうのが、まあ許されるんだろうかということで、むしろですね、えー、危機意識を持ったということです。で、まずですね、じゃあこっちの明らかになったことっていうのは、えー、これ読んでみたいと思います。えー、まず、 この方はですね、2017年6月から22年の1月末までの間に37回ですね、秋篠宮邸五家具所を訪問してインタビューというかお話しなさってるわけですね。ですから、何か妄想でね、書いてるっていうわけではなくて、実際にインタビューしているというのは、これは本当の話だろうというふうに思います。ですから、そのなんていうのかな、あんなことがあった、こんなことがあったっていうですね、出所のわからない話っていうよりも、 実際に何月に会った時に、お会いした時にこういうことをお話しされてましたということをはっきり書いているわけです。だからそういう意味においては、まあ、出所のしっかりした話であり、まあ、その出所がもしそれが出たらめであるとするならば、一人ですね、このエモリ刑事氏の責任であるということになろうかというふうに思います。 でもじゃあ、なんでこの、え、エモリーえー、刑事氏がですね、公子殿下とですね、交際があったのかということなんですよね。えー、新聞記者、どう、どういうことなんだろうと思ったらですね、えー、お付き合いの始まりはですね、紀候非殿下。 のお父さんであるですね、学習院大学名誉教授の川島達彦先生ですね。で、この先生のところにですね、実はエリーさんのこの著者の奥様が、学習院大学経済学部で復主ということで、 資料の整理等々のお手伝いをしていて、で、この川島教授のですね、非常に、えー、こう、親しくされていたと。で、その後ですね、江森氏が奥様と結婚された際には、えー、ナコードもお願いしたことがあると。いうことで、その研究室でですね、紀子秘殿家とですね、お会いされたことがあって、で、そこからの、だからお父様を通じての交流であったということで、実際に、えー、秋篠宮、甲子殿家、今のですね、甲子殿家とお会いされたのは、 1> 1年だということでまあ、以来31年間ですね、交流を重ねてきたというのが事実だそうでして、まあ、偶然ですよね。えー、これまさか自分が結婚する相手がですね、相手の先生がですね、の娘が、 えー、皇室の方と結婚するなんてそれは分かりませんからね、そんな時にね。だからまあ、えー、ここはね、いくらなんでも、えー、最初からね、何か悪意を持って接近したんだろうとか、そういうことはないだろうと思いますが、えー、でもここからのですね、お付き合いがあったということです。えー、で、えー、これでですね、まずいくつか分かってくるのはですね、 まずですね、講子殿下に対してですね、結婚についてどうお考えなんですかということをですね、反対なのか賛成なのかとは言わずにですね、なんか、あの、この度はおめでとうございますと、一応注意深く挨拶したそうですね。なんでかって言ったらですね、相手の男性に対して不信感をもうすでにこの段階で抱いてるんじゃないかというふうに思ったから、で、そういう挨拶の仕方になったということです。そしたら、反対する理由はありませんと。で、講子殿下ですね。 で、その理由はですね、憲法24条。憲法には婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると書かれています。私は立場上憲法を守らなくてはいけません。ですから、二人が結婚した以上、結婚はダメだとは言えません。で、感想。このあたりは実に彼らしい姿勢だ。という感じなんですね。だから、24条であるんだから、ああそれを自分がですね、反対だということはできないと。 まあ原則論として、まあ確かにそういうことは、えー、憲法上あるということはありますけど、でも、えー、大体ですね、どこのご家庭でも、 どこのご家庭でもって言うと、あの、言い過ぎかもしれませんけど、多くのご家庭ではですね、あの、結婚するしないは、親に相談するんじゃないですかね。まあ、私は親に相談しましたよ。で、私の妻のうちも相談してますよね。でだから、しないでね、結婚を、その、で、両方いいんじゃないかということで、お会いしに行ったりとかですね、そのなんかするわけですけれども、そういうことを、 は別にその憲法は憲法であるけれども、やはりそれ、法が壊れだから法、法だけでね、全てが通るわけじゃなくて、それプラスアルファのものがあるでしょうというふうに思うんですけれども、まあ、えー、この講師、うん、殿下はですね、憲法があるからこれでいいんだということでおっしゃったと。ですから、私には反対する理由はありませんというふうにおっしゃっていただくですね。えー、でも、定職がないんじゃないかといったことを質問した。あの時はまだパラリーガルでしたかね。したら、 今のお仕事は定職ですと。で、パラリーガルのままでもいいですよと。結婚の条件としてですね、国際弁護士になるかどうかはですね、結婚の条件としては全く考えてなかったということです。つまり、どういう立場であっても結婚していいということであったということなんですね。ただ、年収とか生活面については柔軟に考えておられたそうで、まあ、こう内心のもですね、働くとかですね、 東京都心は家賃が高いので、東京じゃなくて他のところのちょっと離れた田舎の方に行って、家賃の低いところに行って住むといったぐらいで、二人が身の丈に合った生活をすれば良いのではないでしょうか、と率直に語っていた。 で、今どうなりましたっけ身の丈に合った生活って今はなんかアメリカにお住まいで非常に高いところにお住まいなんですよね。これ本当に身の丈に合ってたのかなというふうに思います。ですからこのあたりからですね、やっぱりちょっとずつちょっとずつですね、その、これ見てる限りですね、私がこの本を読んでる限りにおいてはですね、え、秋篠宮幸子殿下はですね、信じておられたんでしょうね。要するに、その非常に常識的なね、方でうまく二人でやってくれ、 たらいいな、というふうに思って、それにあんまり、え、親の方からごちゃごちゃ言うのも良くない、というふうな、え、お考え、だった。ま、ある意味で言えば、え、これはよく言えばですね、寛大。え、悪く言えば、爪が甘い、というような、ことではなかったのか、というふうに思います。え、特にですね、皇室というお立場を考えたときに、これはどうだったのか、ということは、え、あるのではないかなと思います。 で、それがですね、初めてですね、出てくるのがですね、あ、だからこの段階では結婚をね、娘の結婚をすごく喜んでたっていうことが書かれてるんですね。だけど、えー、それが結婚が延期になったりですね、いろんなことがあった。その際にですね、ここはね、私はね、重要だと思いましたけれども、これね、ページ数が私、Kindle で読んでるから、多分お手元の本で読まれるのとページ数違っちゃうと思うんで、ちょっとページ数をね、これ Kindle の私の,ので見ると、これはですね、23ページなんですけれども、こんなこと書いてあります。 殿下が結婚するときは、皇室会議の関係もあり、貴子被殿下の身元調査をされたと聞いております。身元調査っていうのは、要するに、まあ、どんな人なんだろうというふうに調査したと。今回は相手の男性の家庭状況など事前にし調べたりされましたかつまり、このロケの問題について事前に調べたんですかということをお聞きになったわけですね。で、これに対して、うーんと。 アクシノノミアは、これ、これアクシノノミアはって、これ、本文中ですよ。答えづらそうだった。少し間を置いてから言ったのは次のようなことだった。事前に宮内庁には調査を依頼しなかった。しかし宮内庁と関係がある人物には相談していた。これ難しい表現ですよね。宮内庁に調査は依頼してないけど、相談はしたと。週刊誌報道で伝えられているような情報、内容はやはり把握できなかったという。 個人情報がいろいろうるさい時代なので、家庭状況などを調査すること自体に問題があります。と、小さな声で言ったと入力されています。まあ、ここら辺のですね、うん、まあ、ある意味で本当に、えー 日本国民を信じておられて、で、そして、寛大な心を持って接したられたということがですね、実は裏目に出てしまったのではないかと。やっぱり、ここはしっかりやった方が良かったんじゃないのかなというようなことをですね、今になってみると、まあ思わずにはいられないという箇所だなと私は思いました。で、えー、次にですね、 出てくるのがですね結婚のですね、延期ということを、が決定されたということがありましたで。私はね、結婚の延期っていうのがあれあった時、事実上もこれ結婚はなくなるのかなというふうに思ってました。多分、多くの人思ったんじゃないですかね。延期という形で、まあ、こう、時間とともに解消していくっていう、ゆっくりと時間をかけて解消なんじゃないかなというふうに思われた方、多いんじゃないかと思いますけれども、えー、で、多分、この、えー、えもりさんという人もですね、そういうふうに思われたんだろうと思います。 マコ様のご結婚が延期されましたが、正直なところお父様としてはホッとされましたかっていうふうに聞いたらですね、講師殿下はですね、いや、二人はそれでも結婚しますよ、と。この段階でおっしゃってたんです二人はそれでも結婚しますよっええと。で、結婚までのですね、スケジュールに時間が足りないということで、これはなったと。じゃあなぜ2020年なのか、といったことなんですけども、これはですね、やっぱり、あの、令和。 上皇陛下のご退位とかですね、近所陛下のですね、ご即位とかの儀式で忙しくなるということで、その次のですね、2020年にするということを考えておられたということなんですね。ただ、その後に一言ぼそっと呟いたのはですね、先のことは誰にもわかりませんからね、ともおっしゃったってですね、この辺のまあ、 なんていうか、気持ちの揺れ動きは、まあこれ人間、お父さんとしてですね、父親として、まあ当然なのかなと。まあもちろんですね、娘の気持ちは尊重したいということとですね、やっぱり、でも、と、一体本当に大丈夫なんだろうかという心配っていうのがあったんではないかなというふうに思います。だその辺が、まあ出て、えー、こはまあ、赤裸々にされているといえば赤裸々にされている本になってますね。 ただしですね、その後からですね、どんどん態度は変わり始めていって小室、小室家への不信というものは強まっていきます。例えばですね、これだけ週刊誌でいろいろ書かれているのだから、こうなったら小室家側がきちんと説明しなくてはいけない。週刊誌で書かれている金銭的なトラブルは全て小室家の問題だ。秋篠宮家は全く関係ない。だからきちんと国民に対して説明するよう本人に話してある。これがですね、秋篠宮。 ああが、えー、小室家への不満について自分から進んで喋ったということなんですね。彼の中で大きく変わったと。この人が確認したのはですね。金銭トラブルは小室家の問題です。小室家が国民に対してきちんと丁寧に納得の説明をしなければなりません。小室家が全てを解決し、この問題を早くクリアにしてもらいたいということですね。このことを直接本人に要求したということでよろしいですね。 で確認したら、うんうんと頷きながら聞いていた秋篠宮は強い口調で続けた。二人の結婚は国民に祝福してもらえる結婚でなくてはいけません。そのためには小室家側がきちんと説明し、国民に納得してもらう必要があります。今のままだと納祭の儀は行えませんと。と ということなんですね。やっぱりここから分かってきたのはですね、私はこの秋篠宮孔子殿下をですね、何をお考えだったのかと言ったらですね、秋篠宮孔子殿下はですね、基本的にはですね、この結婚の問題については、 え、これ憲法の問題があるから、24条の問題があるから、結婚については、ご自身が関与することはできないと。ただ、納裁の儀については、これは、秋篠宮家がですね、決定する権利がある。つまり、自分自身にその、決定することができると。まあ、こういうふうにですね、解釈なさっていた。だから、この納裁の儀はしないと。いうふうに言った。まあ、普通ですよ。普通そこまで言われたらですね、まあ、 常識っていうものがあればですけどね。まあ、結婚はできないっていうふうに思うのが普通だと私は思うんですね。常識だと思うんですね。ところがですね、この小室さんと、今現在の小室眞子さんはですね、それやらんでもいいんだと。いや、それは関係ないと言って、結婚を強行したわけですよね。まあ、この態度っていうのはですね、やっぱりちょっと、 あの、従来のですね、日本国民の常識からはですねえ、かけ離れたものじゃないかなというふうに思います。まあ、一般のね、ご家庭で有意をやりませんとかですね、それは別にえ、もう今そういううちも多いですよとかですね、いろんなことあると思います。しかしですね、ことはですね、皇室の問題ですよね。で、この問題に関してですね、農災の儀はやらなくていいと。 できませんとまでおっしゃってるのに、やらなくていいんだと言って、本当にやらないでですね、えー、結婚してしまうというのは、これは多分ですね、これはあくまで私の、あの、憶測ですけれども、もう相当ですね、秋篠宮講師殿下もですね、おなぎきというか、その心痛たるやですね、もう大変だったのではないかなというふうに、えー、お察し申し上げますか、拝察申し上げますけれども、やっぱりこれはですね、今までの中でですね、 まあ、類例を見ない結婚であったわけです。ただですね、私は、あの、これ、類例を見ない結婚っていうのはですね、一度起こってしまうとですね、空前、絶後になれば別にいいんですけれども、絶後にならないんじゃないかと。つまり、これがパイオニアみたいな形になってですねあ、こういう形もありますね、みたいな形でね、次、他の人、なんでね、我々のお,お姉さんが、 我々のいとこが、とかですね。そんなことでですね。いろんなことをですね。うん、言い始めてですね。だから私だって、もう好き勝手やりますよ、と。納才の儀関係ないと。そんなものは私には関係ないんだと。とだって、それやらずに、それを減ることなく結婚できたじゃないかと。か私も普通に結婚したいんだと。と ようなことをですね、皆さん、おっしゃる皇族の皆様がですね、おっしゃり始めたら、私はもうこれは皇族というか、皇室というものがですね、も持たなくなるというふうに思いますね。今日本というのはですね、本当有志以来のですね、危機を迎えていると思いますね。それはもう、本当にまあ、外にはですね、ウクライナの問題から見てわかるようにですね、中国が台頭しているということで、軍事的な脅威もありますけれども、中の問題で、まあ、経済の問題等々いろいろありますけど、やっぱ私は一番中の、 中の問題でというか、その、安全保障も含めてですね、一番問題だと思うのは、この国民とですね、皇室との間の中体ですね、つまりこう、えー、こう信じたりですね、お互いに信じ合うという関係、これ上皇陛下とかがですね、まあ、作り上げてこられたものですよね。これがですね、なんか、どん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 ですね、あの、もう解体してるんじゃないかという、 ことをですね、今私は、あの、一番恐れてます。で、ああ、そうか、そういうことがあったのか、ということをですね、まあ私は、えー、思っておりました。で、ここまでがですね、多分ですね、この方の中の、本の中の第一章で触れられていたことで、大体ですね、習慣、ね、新長も文春も、えー、このあたりのことを触れているんですね。で、私はね、でも、本っていろんな作り方あるんですけれども、 一番センセーショナルな部分をですね、第一章に持ってきて、2、3、4とね、これ続く部分はですね、なんかそれの関連するけど全然センセーショナルではないようなものをですね、入れて本一冊にしちゃうっていうやり方あります。つまり、冒頭の第一章、第二章だけがですね、うわーって噂になるけど、あとはね、まあ、 言っちゃ悪いけれども、えー、この埋めてるだけみたいな本っていうのはですね、結構あります。ね、これ本見るときのね、あの読み方のコツですよ。だから、えー、あ、これは、この本はこのあ冒頭だけ、この一章と二章だけ読めばいいんだな、というような読み方もできます。しかしですね、私は、この本はですね、いや、この、 えもりけ氏なる人物とですね、白の宮や子殿下がですね、30年以上にわたって、このお付き合いがあったということで、どういう思想のね、持ち主なのか。まあね、私もね。 この人どんな人なんだろうっていうのにね、すごく興味があるんですよね。つまり、あの、まあね、あのどんな政治思想を持っていてですね、どんなことをですね、えー、この皇族、うん、の方々にですね、お話ししてるのかなということに興味があるわけです。で、それがいい影響を及ぼしているのか、悪い影響を及ぼしているのかっていったことについて興味があるわけです。例えばですね、 久し信り殿下のですね、に歴史を教えるのが、半藤和敏さんが教えたというとことだった。え、あるいはですね、上皇陛下のところにですね、保坂正康さんが、え、歴史の問題を、で、ご進行に行ったというような話もあります。で、私はね、これ、で、それで一体何言ったのかって言ったら、日本は守れないんだ、というね、ことをね、半藤さんは言ったって言うんですよ。日本は守れないってどういうことかって、軍事力で守れない。なぜならばですね、ガガたる山脈がガガたる山脈ってのは、中央にですね、高い山の山があって、で 海に囲まれていてですね。で、ここはもう守れないと。だから、日本は、外に外にと明治維新以降行ったんだと。だけど、そんなことやっても意味ないんだと。守れないんだと。んと。私はこのね、議論を聞いたときにですね、これ、私 NHK でこの方と同じ議論したなと思い出したんですよ。守れないと。いや、守れるでしょと。日米同盟と自衛隊、これによって実際守ってるじゃないですか。 いうふうに言った。そしたらなんか、半藤さん、まさか反論,反論されると思ってなかったのか。いや、いや、そうですよ。とかなんか言ったけど。いや、そうだったら今の話おかしいだろうっていうことで、なんかちょっとデタラメだなというふうに思ったのを今でも覚えてますけれども。でも、そういったことをね。 同じ、私たちに、えー、お話しされたことをね、同じことをですね、久、えー、しぶりの殿下にお話しされてるとしたら、私はね、これはね、はっきり言って自衛隊はいらないと、えー、日米安保も役に立たないっていうようなね、政治的メッセージをね、間違った政治的メッセージをね、送ってることになるというふうに思うので、これは危ないと。こんなね、えー、歴史観を持ってですね、えー、天皇陛下をね、育てると、えー、じあの次世代のですね、えー、天皇陛下を育てるなんていうことをですね、やっていくのは、まあ、帝王学としてですね、全くなって ないというふうに私は考えました。で、じゃあ、一体どういう方々がお付き合いされてるんだろうせっかくだからですね、第一章を読んだだけではなくてですね、全部読もうということで全部読んだんですね。したら、まあ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 、明確な差ですね。私から言わせると、極左に近いぐらいの左翼ですね、この人は。で、例えばですね、えー、ちょっとここから飛ばしていきますけれども、こ,こういうことなんですね。 いきなりですね、えー、今日、ね、東日本大震災の件でね、安倍批判をね、えー、することを、秋篠宮皇子殿下にの前でね、展開してるわけなんですね。これどういうことかって言ったら、2017年3月の東日本大震災から6年を経てですね、追悼式が行われた。ここにですね、秋篠宮殿下夫妻やですね、えー、安倍晋三首相で各遺族の代表ら900人が参列されたと。 だから、え、秋篠宮、小四殿下と、それから、え、安倍総理が、スピーチされたわけですね。そのスピーチに対してですね、ジャーナリストの池上彰氏がですね、日経新聞で、ジャーナリストって言っていいのかどうか、私はこの人ジャーナリストじゃないと思うんですけど、解説おじさんだと思うんですけどね、何でも知ってますよと語る解説おじさんだと思いますけど、池上彰氏が、違和感を抱いたと日経新聞のコラムの中で鋭く批判した。 なんだこれと思ってですね。この時あんまり覚えてないなと思いましたらね。池上はこう書いている。私があれと思ったのは原発の言葉が一言もなかったことです。福島においてもというのは原発事故から避難した人たちのことなのになぜ原発と言わなかったのでしょうか。その上、未だに避難を強いられている人たちのことに言及していません。一方で原子力発電所の事故と言及したアクシノミアの挨拶文について こうして比較すると、秋篠宮様のお言葉は実に具体的です。とこですね、えー。周辺住民への、えー、思いが感じられます。とこですね。安倍首相の原子力発電所に対する日頃の姿勢だけでなく、核廃絶に向けた取り組み方にも疑問を投げかけた。池上のコラムに共感した私は、殿下、東日本大震災の追悼式の挨拶が池上明さんに褒められていましたねと話して、記事のコピーを彼に見せたことがあるということなんですね。で、これね。 私はね、重要なメッセージを持っていると思うのはですね、これ、秋篠の目は、子殿下のことをですね、素晴らしいというふうに書かれているという、 だけならね、その問題でいいんですけれども、だけどね、わざわざですね、そこにね、対比する形で、安倍総理がですね、えー、これやってるということをね、えー、こう、こ言わなかったということをですね、批判してるものを渡したというところにね、政治的な意図を感じるわけです。で、これはね、私ね、なんか最初にこれはね、なんか随分この人、政治的になんかうまく立ち回って、実はね、あの、インタビューと称しながらですね、 えー、その、インタビューって非常にね、ある意味では誘導尋問みたいなものですからね、そっちの側にですね、いくらでもですね、誘導していこうと思えばですね、できるわけです。まあ、簡単にね、それに乗る人、えー、乗らない人いますけれども、でもなんかそういうのをね、仕掛けようとする人だなというふうに思いました。つまりね、この記事を読んだらですね、どう考えてみてもですね、あ、安倍晋三、えー、のスピーチは悪かったんだ。この人はひどい人なんだというようなね、印象付けるようなね、記事をわざわざね、コピーを持っていく。 っていうのはね、えー、池上さんが、いや、なんか良かっただっていうふうにおっしゃってましたよっていうふうに言うだけではないっていうところにね、私はね、なんか、ちょっとね、政治的な意図を感じ始めたんですね、このところで。なんか、ああ、嫌だなというふうに思い始めたらですね、例えばですね、次にはこういうこともですね、出てまいりました。 グローバル化によって国家の線引きは意味をなさなくなっている。現在の日本や世界で社会の分断や格差の拡大は深刻さを増すばかりだとかね。なんかさらっとなんか事実みたいに書いてますけど、グローバル化によって国家の線引きは意味をなさなくなっている。何を言ってるんですかね。国家の線引きって、 未だに重要ですね。だから、ウクライナとロシアでですね、え国境のね、問題をめぐってですね、ロシアが侵攻して、そしてウクライナがそれで戦ってるわけですよ。何がですね、グローバル化によって線引きが意味をなさない。線引きがもし仮に意味をなさないんならですよ、えプーチン大統領がですね、そう、どこまでですね、自分の、その、軍隊を派遣しようがですね、何しようがですね、関係ないよという話になってくるのにね、えこの意味をなさなくなった。 まるでナンセンス。これはね、エンデマー号からね、地球を見た時にね、おそらくね、国境は見えなかったはずだっていうふうにね、口ました。鳩山幸夫さんと同じ発想ですよ。宇宙から見たら国境は見えないと。いや、それは見えないよ。概念だからと。 国境って概念は今でも強いですよ。だからパスポートなかったら他の国行けないでしょ。だからそういうね、重要な問題があるわけですよ。だからウクライナのね、人々だってどこの国が受け入れてくれるかとかですね、そういった問題でいろいろなものを問題考えてる。国境っていうものはですね、今ほどですね、大きな意味を持ってる時代もまたないんじゃないかと思われるぐらい国境っていうのはですね、今大きな力を持ってます。ですから、例えばですね、中国だって国境の問題にこだわるから、 台湾とか、尖閣の問題にこだわるわけですよ。で、例えば台湾の問題に関して言うならば、これは国境の範囲内なんだというふうに主張してるわけですよね。で、それなのになんで一国二制度でね、やって、これ別政府のような顔してるんだというのが中国の主張ですよね。だから、香港のようにですね、この自分たちのところで叩き潰してしまいたいと。できることであるならばね、武力進行すら辞さないというようなね、そういう危険な考え方を持ってるわけですよね。それなぜかって、我々の国境の中だからだと。アメリカはそんなことを言うなと。 内政干渉するな。これ国境がですね、意味をなさなくなった。なんてね、全然言えない時代ですよ。未だに国境っていうのは大きな大きな意味を持ってます。つまりですね、日本国民として生まれるか、本当にね、えー、どこでもいいんですけれども、イエメンとかですね、そういった国の国民として生まれるかによってですね、人生がガラッと変わってしまう。同じ人間ですよ、それは。同じ人間であることには変わりない。同じ、両方とも同じ人間で人権を持ってる。だけど、 もう豊かさの条件とかですね、そういったものがまるで違ってしまうと。これが国境の持つ重さですよね。で、これがないとかですね、いう人間がですね、その国家のね、象徴たるですね、国民の象徴たるですね、天皇陛下、皇子殿下ということはですね、天皇陛下の次、次の、近所陛下の次の天皇陛下ですよ。に、国家、 国境はもう意味がない時代ですとかいう人がね、行くっていうこと自体のね、恐ろしさっていうのはね、私はね、やっぱ、恐ろしいなというふうにね、この辺からですね、えー、徐々に考えていきます。で、それからですね、こんなこと言ってます。第五章、一人の人間として生きる。ここがですね、やっぱり大事なところなのかなと思いますけど、えー、天皇の自由や天皇の人権をどこまで認めるのかが大事になってくるということで、まずですね、あの、対応なされたということについてですね、 上位なされたということについて、えー、これはどう考えるべきなのかといったときにですね、平川助宏先生と渡辺正一先生がですね、いや、あくまで祈る存在であってほしいから、えー、ずっとですね、えー、もう、最後までお務めを果たしていただきたいということを、あ、こう、有識者会議でですね、おっしゃったと。私はこれ一つの見識だと思いますよ。それは、えー、象徴天皇制度というものの中でですね、今あるわけですから、でも、 ただですね、まあ私なんかはですね、でも天皇陛がご自身がそこまでおっしゃってるんだならというふうに思いました。だけどですね、なんかこういうことをですね、使いながらね、このなんか保守派の考え方がですね、祈るだけの存在でいいんだろうかというようなことをね、すごく問題提起するわけです。そしてそこには、で自分のね、話をですね、裏付けるためにというかですね、皇子殿下の発言をですね、こういうふうに引用してるんです。 これは本当にあったものなのか、本当なのかね。その、ど、この方が、あこういうふうに言ったと言ってることなんですけどね。だから違ったらこの人の責任だと。いうことなんですけど、祈るためだから、ずっと、もう、終身、天皇陛下でい続けていただきたいということに対して、そうした意見があったことは承知しています。このように話している人たちは、天皇が祈ることができない状況になった場合には、どのようにするべきだと考えているのでしょうか。少し大げさな例ですが、 仮に50歳の天皇がいたとしまして、その天皇は祈ることができない状態になり、90歳まで来た場合、40年間摂政を立てることになります。それで良いのでしょうか祈ることは確かに大切なことだと考えますが、各地で人々の声を聞き、気持ちに寄り添うことも大切なことだと思います。というのが、孔子殿下の答えだったというふうに言って、ほらと、保守派よと、この声を聞けというようなね、まあ、感じのね、ニュアンスで書かれているわけですよね。 まあ私はですね、この祈ることっていうのが、ま最も大事なことだというふうに思います。そしてまた国民にですね、寄り添うことっていうのを大切になさりたいという、まあ、上皇陛下のお気持ちもあった。ただですね、天皇陛下の役割っていうのは一体どっちなんだろうかっていうのはですね、これは本当に考えた方が、我々も考えた方がいいんじゃないかと思います。確かにね、東日本大震災の時ね、 え、天皇陛下、今の上皇変化からのですね、メッセージがあったときですね、国民は感激しましたね。 私の友人がですね、なんか食事してるところで、テレビでですね、天皇陛下がメッセージって言ったら、天皇陛下だって言ったらそこまでザわザわザわざわしてたね、お店がね、シーンとなってね、みんなその天皇陛下のお言葉をですね、あの、緊張してたということでね、やっぱり天皇陛下って違うな、というようなことを思った、というようなことをね、私聞いて、まあ、それは本当にそうなんだろうな、と。だから、あの、我々、 なんか日本国民がですね、何かこう、辛いことを苦しい時にですね、天皇陛下が寄り添ってくださるということの意味の重要性っていうのは大きいというふうに思うのは、その気持ちは私もその通りなんですけれども、果たして祈るというそのこ,とこととですね、どのようにそれはですね、解釈していくべきなのか。これは我々しっかり考え続けなくちゃいけないし、 寄り添うことが主であって、祈ることは自由であるというようなことにしてしまったら、本来の意味での天皇陛下の存在というものが変質してしまうのではないかというふうに考えます。さらにですね、私はですね、ああ、やっぱりなと。 ああこの本のハイライトは実はね、多分多くの人は第一章のところにハイライトがあると思って、まあセンセーショナルに売れるのはそこなんだろうかもしれないけど、この本を真面目に読んだ人たちがですね、一番洗脳されるのはどこかと言ったら私はですね、前から一番ですね、これは恐ろしいことだと、ね、申し上げてるですね、えー、従来のですね、 共産党はですね、戦前の共産党が一番わかりやすかったんですけど、天皇制廃絶と言ってですね、もうその、なんていうのかな、革命を起こしてね、もうその天皇陛下をね、存在を抹殺するんだというようなことを主張していた。多くの日本国民はこれにギブワーッと、そなんでそんなことするのとで、それをいとんでもないという気持ちが多かったわけです。これが共産党が伸びなかった大きな理由ですよね。でも、私は最近ですね、そうじゃなくて、方針が変わってきたと。 いやいや、かわいそうだと。天皇陛下には自由も人権もないんだと。皇室の方々には自由も人権もないんだと。気の毒なんだと。だら彼ら、彼女らの人権を守ろうよ。基本的人権を守ろうよというですね、ソフトな顔をした皇室を解体論というのがですね、出てきて、これはもう本当に危ないというふうに私はもう前からですね、思っていたんですね。まあ本にも書いてありますけれども。 で、その時にですね、私がですね、あの、一番危ないというふうに思ったのは、もう10年以上前、まあ大学院生だったかな、あの頃にですね、読んだですね、奥平という人のですね、万世一系の研究という本があるんです。 万世一系の研究って言ったらなんかちょっと立派な本かなと思いますよね。万世一系がどうやって続いてきたのかなとかね。そうじゃないんです。これは万世一系をですね、どうやってなくすかっていう研究なんですよね。例えばですね、公室転判っていう言い方がけしからんと。公室転判っていうと、なんか普通の法律より偉そうに聞こえるじゃないかと。確かに、公室転判っていうのと、公室法って言ったら、なんか意味合い違ってきますよね。で、この公室転判という、 名前をね、残したこと自体がけしからんとかですね、こういうことを言ってるんですね。で、その時に言ってるのがですね、奥田氏るが言っていて、私が一番恐ろしいと思ったのは、皇族にはですね、人権が制約されていると。この人権が制約されている状況っていうのは、基本的人権の尊重を謳たう憲法の精神に反していると。つまり、皇族の存在は、 意見の存在だと、まあ、こう言いたいわけです。つまり、憲法の中に位置づけられてはいるけれども、人間、基本的人権の尊重という観点から見たら、これは意見だと。だから、意見状態をですね、防ぐためにはどうしたらいいかって言ったら、なりたい人がなればいいけど、やめたい人はやめていいっていうですね、脱出の自由、皇室の脱出の自由を認めろっていう議論をですね、もう15年、16年、もう20年近く前からですね、やっていて、で、私は、 この憲法9条の回でもあるですね、奥平氏のですね、この議論を読んだときに、しかも精緻な議論なんですよ。あの、歴史的にもね。これに影響を受けるね、人間が出たら本当に恐ろしいことになるなというふうに、あの、立然としたことを今でも覚えてるんですけれども、なんとですね、この本の中でですね、参考になると言って紹介されているのが、この奥平氏の万世一家の研究なんですよ。わーと。万世一家の研究はね、 救助の会の、この奥平氏が書いたね、これが、ついにですね、もう、次のね、天皇陛下になられる方の、30年来の友人が、その思想を持ち込んで、それに基づいていろんな話をしてるんだと、いうふうに思ったんだけど、私はね、やっぱ思想の怖さというものを感じましたね。やっぱり、一冊の本の影響力のね、怖さというものをすごく感じました。例えばですね、こうやって言ってるんですね。例えば、殿下はパスポートはお持ちでしょうかって言ったら、 外国旅券はその都度発行されますねというふうに言っていて。で、えー、この人はですね、私たち国民が当たり前だと思っていることが彼女たちにとってはそうでなかったりする。こうしたことが他にもありそうだ。天皇とは何か、皇室とはどういうものなのかを考える糸口を、こうした細やかな日常生活の中に求めることも必要かもしれない。とかね、なんかマイルドで、ちょっとね、なんか、 ソフトで、ちょっとなんか、あ,あまあ、はっきり申し上げてですね。あんまり頭良さそうには書いてないわけですよ。ねにねに、なむかもしれない。ねにねに、なむかもしれない。みたいな感じで書いてるんですけどね。でも、大冗談に振りかぶって論じるよりも、国民にとって身近な事象から出発してみたらどうだろうとかね。なんか提案してるんですよ、一人で。で、その中で何が出てくるのかなと。天皇の人権や天皇の自由についての示唆に富む文章がある。憲法学者の奥平康弘。 東京大学名誉教授は著書万世一系の研究の中で次のように書いている。天皇皇族には私生活の自由、いわゆるプライバシーの権利が実際の上でかなり奪われていると言える。これら法律上あるいは事実上の不自由は果たして憲法に違反しないのかこれ今私が申し上げたことでしょう。うこの部分がですね、まさにこの方がですね、問題提起としてしてるんですよね。 で、さらにですね、えー、究極の人権として、その制度の枠組みから逃れても普通の人間になる、脱出の権利が保障されるべきだ、ということを主張していると言ってるんですね。で、これをですね、ねこれはやっぱり重要な観点だというふうに言って、今回のね、マ、ま、コ、あ、内心の殿下の問題についてもどうだったんだろうと。えー、自然に男性と何度でも出会える、そして何度か恋に落ちやがて結ばれる、そんな環境が必要だと思うが、果たして彼女の周囲にそうした環境が存在すると言えるか疑わしい。 外出すれば彼女の同性は常にマスコミなどから注視される。どこに行くにも警備担当者がつく。彼女の行動は一般女性と比べかなり制約されたものだ。当たり前じゃないかというふうに私は思いますけれどもね。それがね、やっぱり皇室、皇族に生まれてきたですね、運命というものだと私は思いますよ。で、それをですね、一般の国民とね、同じようにね、していいんだっていう、いう議論。これはもうはっきり申し上げてですね、皇室はいらないって言ってるのと同じことなんですよ。 で、そこの部分にやっぱり我々気づかなくちゃいけなくて、この自由もない、あの自由もないというふうに言ってるけれども、でもですね、そういうお立場なんですよね。はっきり言って、基本的人権がですね、制限されてます。参政権ないですから。で、もう本当に立候補することもできない、投票することもできません。国民の象徴ってのはそうあるんですよね。 で、そういった尊いですね、えー、このファミリーにですね、生まれた運命というものを私はあるというふうに思います、えー。人それぞれですね、いろんな運命がありますけれども、えー、そりゃそうですよねどこ。私だってここに生まれたかったとか、もっとお金持ちに生まれたかったとかですね、いろんなことあると思うんですね。でもずっとそれをね、なんかそれ嫌だ嫌だって言ってるだけの人生ではね、話にならないんだって。その中でね、その人、運命を受け入れて、受け入れた中にこそですね、 自由があるというのが、これが本当、本来の意味での自由論だと私は思いますけれども、そういった自由論っていうのにね、えっと、あの、からですね、哲学的な自由論から逃れてね、あの人はこの自由もできない、あの人はこの自由もできない、普通の人だったらこれできるよね、あのこれできるよね、みんなできないよね、可哀うだよね、こういう議論にやり始めたらですね、もう個室の存在はですね、もう本当に持たないというふうに思います。で、そういう方向に、彼らはですね、 何も人権を大事にしようとかそっちに主,主眼があるんじゃないんですよ。この皇室っていう存在がなくなればいいというふうに思って奥平さんなんかはもう絶対にそういうふうに考えてるわけですよ。えー、彼は憲法9条の会でね。でもう本当に、まあ赤い人なわけですよね。で、そういう人たちが、えー、この皇室についてですね、いろんな提言してるっていうのはね、どういう意味を持つのかって、これはね、我々もっと真剣に考えた方がいいと思いますね。で、他にもですね、まあいろいろね、申し上げたいんですけれどもね、えー、例えばね、 この方がですね、ちょっともう最後の方にしますけど、またね、ひどいことを言うんですよ、この人。えー、令和の新天皇はっていうふうに言ってるんですけど、今、金城陛下のことですね。は、えー、即位後、朝見の儀でこう語った。常に国民を思い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての責務を果たす。一方、平成の即位後、朝見の儀で、えー、天皇、現上皇は、 皆さんと共に日本国憲法を守り、これに従って責務を果たす、と述べた。憲法にのっとりという表現が、え即位後朝見の儀の際と変わったあ、なかった今回と比べえ、上皇は日本国憲法を遵守し、と、憲法用語の姿勢をさらに強く打ち出していた、ということでですね。要するにね、あの、 今の天皇陛下よりもですね、近所陛下よりも上皇陛下の方がね、えー、憲法に対する思い入れが強い。日本国憲法を守れっていうね、思いが強い。だから立派だと、おうね。なんか日本国憲法ってのはこの素晴らしいものなんだ。戦争の中から生まれてきて平和を守るためのね、本当に素晴らしい憲法なんだっていう話がわーっと後ろの方に続いていくんですよ。で、さらにですね、えー、こんなこともですね、言ってます。 憲法9条のですね、憲法尊重擁護の義務っていうのですね。天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負うっていうふうに書いてあるんですね。よくここをもとにですね、だから総理大臣がですね、憲法改正なんて言っちゃいかんというようなことをですね、おかしな左派の人たち言うわけです。そうするとですね、じゃあ、一方においてですね、国会のね、議員であるですね、 この中においてですよ、えー、この最大与党のですね、えー、声がですね、通らなかったら、会見手続きがあるのに憲法改正ができないってことになってしまうわけですよ。だからね、これどういうふうに解釈すべきかって言ったら、こ改憲手続きによらずにね、何かこれをぶっ壊してしまえ、憲法をぶっ壊してしまえとか、そういうことは禁じるというふうに解釈すべきだと私は思いますけれども、秋篠宮幸子殿下は私にこのように話したことがある。憲法99条を踏まえて、 皇族は天皇に準じる立場なので、この条文通り憲法を尊重し、擁護しなければなりません。この言葉を聞いて、私の頭はすかさず反応した。ということは、首相や大臣たち、それに国会議員たちは、憲法を改正しますと軽々しく発言してはならないはずだ。逆に、私たちは憲法もあります。改正はしませんと国民に対して宣言すべきところなのではないか。ねここはね 私の頭は反応したって言ってるだけであって、えー、秋篠宮皇子殿下がそこまで言ってるわけじゃないんですよ。なのに、なんかまるでね、そういうこと言ってるかのように読,読めてくるわけですよ。このよのさっさと読んでるとね。だから、自分の考え方と、その皇子殿下の考え方と、なんか近そうなところをですね、こうくっつけて、あ、こうだ、こうだ、こうだ、というふうに言っていく本でしてね。私はこれね、非常にね、なんかね、悪用されてるような気がしてですね。まあ、やっぱりだから、本当にですね、皇族、 の天皇陛下の方々とですね、どのような人間がですね、お付き合いなさっていくべきなのかということはね、やっぱり真剣に考えた方が良いのではないかというふうに思います。で、この戦争についてもですね、何かもっと平和のね、大事さについてなんか、こうしてできることはありませんかとかですね、なんかいろんなことをね、聞いて、誘導して、尋問、なんか尋問とまで言いませんけど、誘導してるんですよ、この質問がね。で、そういう本ですから、私はですね、 一章のに中身についてお知りになりたい方は、この、どっちか読めばですね、大体書いてあります。で、今私の述べた通りだと思います。で、むしろですね、えー、保守派の方がですね、あの、お読みいただきたい、えー、部分はですね、二章以下にですね、この方の思想が結構現れてきますから、で、こういう思想の持ち主とですね、天皇陛下、次世代の天皇陛下がですね、交流があるということの恐ろしさについてね、やっぱり、えー、共有できた方が良いのではないかなというふうに思います。だからそういう意味においては、 私はね、この本が、あの、打ち明けた小室問題と言って、確かに、小室圭さんについても触れてますけれども、それよりも、あの、なんか、やっぱり、やはり現れた左翼の本性というふうな感じ,感じでね、読んだ方がいい。え、皇室ジャーナリストと名乗る左翼の本性というふうに読んだ方が良いのではないかなと、この一章を除いてね、ね、部分は、そういうふうに私は読みました。え皆さんもですね、ぜひ、えー、お読みいただいて、 もう結構ですよ。読みいただかなくても結構なんですけど、あこの方にね、ちょっと注目していただきたい。特にこの方が自分ご自身の意見で言ってる、そういう左翼的な部分をですね、まるで、えー 甲子殿下の、この、なんていうのかな、権威付けをね、権威を受けて、私は、いや、そういえばそういうことも言ってましたよ、みたいなことを言ったときにね、いや、研究不快な解釈してないかとい、そこまで本当に言ってるんかっていうことをですね、やっぱりしないとえ、もうね、この人たちのプロパガンダにですね、甲子殿下が利用されてしまうというですね、とんでもないですね、ことになってしまうとういうことを私はですね、恐れています。いや、これがですね、まさに、 大見心であるとかね言ってね。要するに、もう他の人には我,我々がね、お会いすることなんかないから表で出てくるお言葉をね、あの拝見するだけですけどね。それとは違うと。憲法もね。これだけ守れと言うべきだと。皇族もね、天皇に準じる立場があうんじゃあ大臣も政治家も守ると言うべきですよね。と私は思った。まだ正直に書いてあるけど。これがね、もうちょっとエスカレートしてくるとですね。だから大臣もね、そう守るべきだと、 いうね。意味のことを述べられた。 とかですね、言い始めたらですね、もうこれ完全に政治利用ですよね。つまり、ご犬という目的のために、あの、皇室を利用してることになるわけですよ。だから、こういうね、危ういね、方々、そして最終的には奥大の思想にね、共鳴するような人をですね、やっぱ皇室のそばにね、やっぱ、あの、置くっていうことは私はね、本当に恐ろしいことだというふうに思います。そういう意味で、あの、危険さがね、あの、今の皇室の危険さが私にとってはですね、よく分かった。あの、危うさがですね、よ 怖かった本であったなという印象を持ちました。さて、いそぷくを読みます。226番、亀とウサギカ亀とウサギが、これ有名ですよね。亀とウサギが足の速さのことで言い争い、勝負の日時と場所を決めて分かれた。さて、ウサギは生まれつき足が速いので、真剣に走らず、道から逸れて眠り込んだが、亀は自分の遅いのを知っているので、絶えまず走り続け、ウサギが横になっているところも通り過ぎて、勝利のゴールに到達した。 素質も磨かなければ努力に負けることが多いということをこの話は解き明かしている。まあ、本当にその通りだなというふうに思いますね。ただですね、この話には、まあ、あの、まあ、一ちもつけるわけじゃないけれども、努力ができるっていうことも、 素質なんじゃないのというふうに言われたら、これなかなか難しいんですよ。これで考えるときにね。確かに、努力どんなにやってもできない人っていうのがいいと。この場合は、それはただの怠け者なのか、それとも素質がないって見るべきなのか。これはね、教育っていうのはどうあるべきかって考えるときに、重要な議論になってくると、私は考えております。皆さんはいかがお考えでしょうか。今後もですね、この番組を継続してまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。 またですね、この番組を継続するに際してご支援を賜られる方は下記の振込講座よりご支援賜りますかあるいはですねメンバーシップにご登録のほどよろしくお願い申し上げます。